月24日金曜日の時刻が13時ですね。まあ、金曜日なんですけども、ちょっとね午前中までちょっと仕事をちょっと軽くして、で昼から今ちょっと車に乗って移動中です。本日は石川県で車中泊をして、明日は富山県でキャンプってなってます。本日の車中泊はソロで車中泊なんですけども、明日はね、もう一方、初めてお会いする方と一緒にキャンプする予定となってます。でその方が同じ YouTube でね動画を投稿してる R キャンプの、流星さんですね。まあ、ちょっと名前よく似てるんでちょっと、紛らしいんですけど、僕流で流星さんね、はい。まあ、なぜその一緒にキャンプするに至ったかというと、まあ、僕から声かけたんですけど、まあ、前々からちょっと動画を見させていただいてて、で僕の動画にもコメントをよくくれたりとか仲良くしてくださってて、僕は一緒にこういう人とキャンプしたいなと思ってずっと思ってて、でちょっと思い切って声かけてみて、じゃあいいですよということで、一緒にキャンプさせていただくことになりました。で主にその石川県の方なんで、その辺り北陸になるんですかね、その辺りでキャンプをよくされてる方なんで、もう僕石川県は行ったことなくて、それでちょうどいいやと行ってみたかったんで、そっちの方行ったことないんで、じゃあそっちの方行くんで、もしよかったらお願いしますということで、今日は遠征となりました。僕は大阪の堺なんですけど、石川県までだいたいね、ナビ上では4時間半ぐらいってなってます。1泊目は石川県の、ちょっと読み方がちょっと分かんないんですけど、多分クリカラって言うんやと思います。クリカラ駅、道の駅、そこでねちょっと休憩させてもらおうかなと思ってます。キャンプ場が富山県の、ちょっとこれもね僕ちょっと読み方間違ってたごめんなさい、環状寺やと思います。はい、環状寺キャンプ場というところ、ひょんなことにね、まあ、石川県ですら僕行ったことないのに、もう一個行ったことない富山県、富山県もね、今回踏破することになります。まあ、ということでね、ぼちぼち向かっていきますんで、はい、まだ多分着く頃にカメラ回します。さあ、あと10分ぐらいで到着ですね。さあ到着しました。6時、5時間ぐらいかかったな。ここで止めようか。一旦ここでお風呂止めようか。うん、さっきお風呂入りますわ。よいしょ、疲れた。ということで6時に到着です。じゃあちょっとお風呂入ってきます。さあということで、今時刻がちょうど7時。ぴったり7時。ね、6時過ぎぐらいに着いて、で、お風呂入って、道の駅の併設のね。いや、そこね、めっちゃ安い。300円やった。けど、シャンプーとかもなくて、ボディーソープとかも、自分で買わないとダメなんですよ。50円ずつ出して買って、まあ、100円。まあ、実質400円。なので、シャンプーとか、ボディソープとか持って行ったら、300円だけで入れる。めっちゃ安い。うん。まあ、お風呂はね、
まあ、300円なんでね、もうそんな、あの、スーパー銭湯みたいな、いろんなお湯があるとかじゃなしに、もう一個だけ大浴場が一個と、もう普通の洗い場っていう感じで、サウナとかもなくて。まあまあ普通、僕なんかはね、本当に、スーパー銭湯とか行ってもね、湯船浸かる時間なんかもう本当に10分ぐらいとかなんで、こういうお風呂の方がありがたいですね。タガサービスエリアかなんか寄った時に、ちょっとトイレ休憩した時にね、寄った時にね、美味しそうやったんで、この、これを晩ご飯にします。この、マスのお寿司と、お寿司じゃない、おにぎりなんかな、これ。マスのおにぎりと、サバ、焼きサバの照り焼きの、おにぎりと。でね、これなんか、だし巻き卵串みたいになったんでね、この二つ、サービスエリアで買って、晩ご飯にしようって買って、来ました。いや、これ美味しそうで、迷ったんすよ。道の駅着いてからそこで食べるか、なんかこんな美味しそうなのがあるから、これを、買って、このサービスエリア、タガサービスエリアで、これを買って帰るかってすげえ悩んでね、ひょっとして何もなかったらと思ってサービス入れて買ってきます。で、これめっちゃ美味しそう、おにぎり。これこっちがマス、まあサーモンかな、一応こっちがねマス、これがサバ、焼きサバで、だし巻きたもん。本番はね、明日がキャンプの明日なんでね、今日はちょっと軽くで、うん、美味しい、生姜効いてる、めちゃめちゃ美味しい。キャンプのね、ほんとメニュー、何を食べるかとかも全然決めてないんですよ。どうしようかな。うん。すごい、だし。そう、めっちゃ美味しい。一応、ま、一つだけ決めてるんが、僕、ま、見させてもらってる YouTube の、缶詰のアサリの生姜煮と、あと、キノコ、しめじを、ま、スキレットにちょっと焼いて、で、それに、チーズをドバッとこう、かけて、ま、ちょっとこう、焼いて食べるっていう。それね、めっちゃうまそうで、それをしたいなと思ってるんですよ。ただ、アサリの生姜煮ってあれ、売ってんの、あれ。どこ探してもないんやけど。うん。美味しい、これも。九州の方なんですけど、その、ケース、キャンプケースケっていう動画の人なんですけどね。もしかしたら九州、熊本かどっかの人、九州の缶詰なんかな。アサリの缶詰、アサリの水にしか売ってないんですよね。まあ、こっちで、石川県の、まあ、明日買い出しするんで、そこで売ってたらそれ買おうかなと。まあ、こんな大きいおにぎり二つ、まあ、上にこんなん乗ってて、これで450円なんです。で、この卵焼き150円。めっちゃ安い。このね、だし巻きもめっちゃうまい、これ。めちゃめちゃだし効いてて。ちょっと甘め。このセットを、このおにぎりと、この卵焼きのセットをお土産に、家族にお土産に買って帰りたいぐらいうまい。めちゃめちゃうまい。はい。ごちそうさまでした。美味しかった。さあ、時刻はね、今ちょっと9時回ったところですね。9時15分。あ、そろそろ、まあ、もう10時ぐらいにはもうそろそろ布団に入ろうと思ってるんですけど。で、今日のね、寝る環境なんですけど、下はこのインフレータブル、クイックキャンプの8センチ厚のインフレータブルマット、一回膨らますかな？どうしようかな？で、これがコールマンのね、フリースシュラフなんですよ。薄い。
やつ。コストコで買ったやつですね。まあ、大丈夫だと思うんですけど、ちょっと寒かったら、この中にこれをインしようかなと思ってます。明日もね。で、白金カエルね、まあ、ちょっと前に買ったんで、白金カエル一応やっとこうかなと、中に入れとこうかなと、明け方ちょっと寒くなったら、明け方は寒くなりそうなんでね、二つあるんで。で、これがベンジン、白金カエル用のベンジンですね。白金カエルして、開ける。この間ね、正月ぐらいかな、教えてもらって、初めて買いました。車の中でやっていいんかな匂いがあれやな。これ開けて、ね、開けて、で、これで、これを刺して、これもついてるんで、ここ線二つあるんですよ。ここ上の線と下の線。多分下の線は半分、上の線でまあ、満タンやと思うんで、上の線、あ、こんな綺麗な感じだ。これ半分ぐらいしか入ってないな、向こう。まあいいや。あ、これ、こぼれ、こぼれ、こぼれ。で、こうすると、穴が、こう、ちょうどこう、下に行くようになってるんで、こうやって減ってきて、うん。入れられますと。で、あと、ここ、この、この、ここを炙るだけで、これだけでいいみたいです。一回本穴こうやって、もうそんな満タン入ってないんで。ね、ここを、ちょいちょいちょいと熱を加えて。で、温まってくるでしょ。ちょっと温まってきたらもういけるはずなんで。まあ、これ、こんだけ、もうね、4回目ぐらいなんですよ、使うの。これ、こんだけしか入ってない。なきゃって。なので、これ多分これ一本あと一年、つか、ワンシーズンどころか、何シーズンぐらい持ちなのかな。ん？あったかくなってきてんな、ほんのりと。うん。大丈夫さやな。まあ、これを布団の中に、白がしておきましょうか。ほんと寒ないんやけどね念のために、ね、今年は一体どうしちゃったんやろうね。足元とちょっと上の方に忍ばしてたらもう完璧でしょ。よし、じゃあほんじゃ寝る準備をして寝ましょうか。僕、スマホ依存症なんで、でね、このスマホ、まあ頭こっちなんですけど、スマホハンガー、これね、ここにスマホつけて、スマホここでこう寝、見ながら寝る、ね、寝落ちするんで、いつも。はぁ、じゃあ寝ますか。ね、寝る準備します。また明日。はい。おやすみなさい。8時前ですね。7時50分ぐらい。まあ、今はね、まあこの寝袋から出たら寒いけど、まあけど、寝てるときは、全然寒なかったね。寒ないどころか、まあ暑く、足とかがなんか暑くて、
寝袋からちょっと足出したりとか。このナンガの寝袋ね、あの足んとこ開かんから、足出したかったので全部開けないとダメなんがね、ちょっと。それが欠点っすね、僕の中で。スナグパックの寝袋は足だけね、足んとこにも別にファスナーついてて、足、あの、ごぼう天みたいに、足だけ向いて、足と顔を出した状態で寝たりできるんですよ。で結局ね、あんま寝れんかったなぁ。3時、4時ぐらいまでね、あんまり寝れずに、ほとんど寝れずにで、10時ぐらいからね、うとうととして、1時間おきぐらいとかに目覚めてみたいな。まあ、とりあえず、今8時前で、かな ?8 時ぐらいやと思うんですけど、9時半にね、ここで待ち合わせなんで、まあ、それまでちょっと、ちょっと、すごい結露してると思うんで、窓とか、それも、乾かして、ご飯食べて、歯磨いて着替えして、準備しましょうか。ああ、よかった。ちょっと晴れてるわ。まだ8時過ぎなんですけど、トイレ行ったり、歯磨いたりしてたんですけどね。外見たらね、晴れてるわ。天気悪い。まあ、そんなにね、良くないけど、天気は。なんかこう、こっちの方は雨雲があるけど。まあ、けど、それも最悪の、もう、そっかなから土砂降りとか、雨とか、そういう天気ではなくなったわ。よかった、よかった。僕、ここ泊まってるんですけど、あそこがお風呂なんですよ。で、ここが、まあ、道の駅の、まあ、なんか施設。鍵生の毛か。日牛の毛。あったあった、さっきそこにね、あの、赤炉のね、日牛みたいな、おったんすよ。あと、見に行こう。あったあった、これなんか聞いたことあるわ。ここでやったんや。これ火のついた、あれでね。まあ、そこが、こっち側が、通りですね。ほんで、その奥にね、ちょっとこう、建物見えてる。この建物の奥。そこはまあ、道、大通りで、で、そのまた奥が電車なんですよ。あの電車がね、ずっとね、ガタンゴトンガタンゴトンになってたんですよ。これですね、あの、すごいね。さあ、こんなところでやで、こんな谷っていうかさ、こんなところでやで、これ前からこんな角に火つけた牛がさ、あんなでっかバカでかいさ、国王、馬で言うたら国王号みたいな牛ですよ。あんなんがさ、ドドドッと来たらもう、こう飛び降りるしかないわね。もうちょっとであと30分ぐらいで来ると思うんで、ドキドキしますけど、はい、それじゃあ。